さんこんにちは、梅本まどかです。こんにちは、山内です。こんにちは、桃原美奈です。梅本まどかのサーキットでゴー by チームリレッツァ、略して梅チャレ。私、梅本まどかがリレッツチャレンジオンラインに挑戦して筑波での決勝大会を目指すこの企画。12回目の今回もコーチ役の山内秀樹選手とオートスポーツウェブナビゲーターの桃原美奈さんと一緒に茂原ツインサーキットからお送りしています。山内さん、もう前回のタイムアタックの結果が気になってもう仕方ないですか、はい、気になりますか。もやもやしてますとってもでもまあね、2人ともすごくいい走りができてたと思うんですけど、納得のいく走りはできてましたか。いやもうちょっと乗ってたらもっといけた気がする私悔しくてしまうもんね。ゆめちゃんは。いやもう私はもう本当にこれもうダメだったらもう走れないわけじゃないですかだからもうその気持ちの分だけはもうやり尽くした感はありましたね。でもちょっと自分で結構飛び出しちゃったりもして、うんうん、なんかいろんなところをやっと自分で整理できたところで終わってたんで、もっとやっぱ走りたいなって気持ちは、はい、もっといけるんじゃない見てる分にはまあもう結構攻めてる感じは伝わったけどねということでいよいよ結果発表になります。準備の方は大丈夫ですか。いいですか。はい、はい、じゃあ2人のタイム結果、はい、桃原さん、はい、1分24秒07、はい、梅ちゃん、はい、1分05秒86、梅ちゃんの勝ちです。でしょうねよかった、よかった、桃ちゃん回ってよかった。気持ち的にもう負けられないっていう思いがすごかった。ライバルとしてはライバルだって決めました。準備してよかったというのを買っていただいて本当によかったです。嬉しいです、置いていただいてありがとうございます。こちらこそ。やっぱり山内選手の走ってるとこを見てないじゃないですか。そんなあれ、そういう振り、あ、確かに確かにだからやっぱ山内選手だったら本気出しましたけどね、どれぐらいなのかやっぱ見たいなみたいな、やっぱ最後にコーチとしてのおって感じなんですけど、やっぱコーチとして最後に見せてもらえますか。これがやっぱ見たいですか。本物だぞみたいな。本物のジャンプ見せてあげましょうかジャンプじゃなくて走りで、声が出ちゃう。ぜひお願いします。わかりました。じゃあ用意します。はい、着替えます。そうですね、とりあえず梅ちゃんの1分5秒を切ろうと思います。これいつの間にこういう話をしてたね。えいやもうさすがコーチです。本当にあんなにコースいっぱい使いながら走るんだともうなんかこうやって走るんだ、ね、もう本当に、ね、勉強になりますよね、はい、すごい勉強になります。多分でも梅ちゃんよりジャンプは少なかったと思う。あ、まあ、確かになんか圧倒されました本当に。本当、はい、これがプロの走りだなって、はい、あ、感じていただきました。はい、すごく感じましたここに来てよかったですありがとうございます。ありがとうございます。よかった。いやでも最後に本当に山内コーチの
もう本物の走りをさせていただいて、コーチに変わりましたね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そして今回は筑波決勝へ向けた最後のタイムアタックということで、忘れちゃいけないのがタイム登録、早速登録してみたいと思います。はい、ということで無事タイム登録が終えましたので、あとは結果待ちになります。はい、あと今年のディレッドチャレンジオンラインは予選が春予選、夏予選、あと秋予選の3回に分かれていて、梅ちゃんがエントリーするのは6月1日から8月31日までの夏予選。夏予選、そう、はい、よって決勝に行けるかどうかは、あの最終結果出るのは8月31日以降になるので、はい、まあ、楽しみに待ちましょう。楽しみどころじゃないですか。苦しいですドキドキしますね。この梅チャレでいろいろ学んできたと思うんですけど、はい、サーキット走行デビューを果たしてみて、うん、振り返ってみてどうですか？いや、でも最初は本当に緊張していて、もうエンストもするしもう私走れないんじゃないかなって思ったんですよ。本当に普段全然運転もバイクしかしなくて、うん、車も運転しないんですけど、でもやってみたらすごいやっぱ楽しかったですし、うん、なんていうんですか、もうのめり込んじゃって、もうどんどん走りたい欲がもう本当にね、この誰でも参加できるのがディレッチャーチャレンジオンラインの魅力ですから、うんうん、それに関しては桃原さんどうでした？そうですね、私も普段車全然運転しないので、うんうん、でもやっぱりオートスポーツウェブナビゲーターっていうのをしてて、はいろいろ車の楽しさを伝えるためには自分がやっぱやってみないと気持ちもわからないなと思ったので、うんうんうん、今後どん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 素敵なコメントですね。あ、ですか、はい、本当にあの自分自身楽しむっていうのもすごく大切ですし、うん、またあのサーキットやモータースポーツの世界は安全面も年々進化していってるので、うんうん、どんどんこうやって気軽に楽しめるようになっていると思います。興味のある方はぜひあの気軽にサーキットに足を運んでいただきたいと思いますので、はい、ぜひ、はい、皆さん来ていただきたいなと思います、はい、女性の方もディレッドチャレンジオンラインにもぜひ挑戦してみてください。いいですか？はい、こっちいいですか？いいですか？いいですか？じゃあ、はい、いいですか、はい、レッツゴー、ディレッチャレンジ。